どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は倒したいけど倒せない、直当て取りたいならポジションを狙えとなります。トライストリガーで勝率を上げていくとなると必要になるのは一角ですよね。出るか出ないかで大きな差になってきます。とは言っても一角を狙っても当てにくいですし、1試合でそう何回も出せるものではありません。そこで今回は一角を増やす上で何を意識しているのかをまとめていきたいと思います。当てれるというよりも当てれる確率を上げるというイメージをしてもらえるといいかと思います。射程管理についても触れてますので最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず一角を当てれるコツについて振り返りたいと思います。一角の仕組みを理解してないとこの後の話は無駄になりますからね。では話をしていきたいと思いますが、まずは一角の最大射程を抑えることが大事です。トライストリンガーは射線がないため遠くからしっかりキルを取るのが強いんですよね。そのため射程を最大限活かします。ですが最長射程は2種類あり、レティクルの反応ありとなしで射程が大きく変わります。レティクルの反応ありだった場合は試し撃ち上で 4.4、 なしの場合は 5.5 となります。レティクルの反応だとクーゲリに負けますが、なしの当て方だとオーバーフロッシャーくらいの射程になるわけです。この2つの射程を使い分けて一角を当てれる範囲をコントロールするわけです。射程が勝っていれば落ち着いて撃てますからね。また一角を当てる上でジャンプも大事です。一角を狙うのは断然ジャンプ地での方が狙いやすいですね。理由は当たり判定です。横打ちだと人状態のイカちゃんに当てるのは困難です。ミリ単位のズレで外れます。ですが、ジャンプ打ちなら高ささえ合っていれば一角を狙うことが可能です。それでも難しいっちゃ難しいんですが、横打ちよりかははるかに楽です。ただ、ジャンプ打ちにも欠点があります。それはジャンプの高さです。ジャンプ打ちは横から縦の移行時間があります。この時間が厄介で、小ジャンプで縦打ちをしようとすると、斜めになることがあります。こうなると、一角がどうやっても取れません。しっかりジャンプして打つことが大事になりますので、ジャンプしても外れる方はジャンプの高さを見てみましょう。一角について知りたい方は細かく説明した動画もありますので、概要欄から飛んでみてください。さて、一角についておさらいもできましたので、この射程とジャンプ打ちを押さえた上で次に行きたいと思います。まず意識したいのは敵よりもポジションを意識という点です。一角を狙うのにポジションと思うかもですが、ポジションです。一角を狙う時っていうのは敵に照準を合わせるのですが、距離感を合わせるのが難しいんですよね。近すぎれば相手の反撃をもらえますし、遠すぎれば手前に落ちてしまいます。これは距離感がわからないことが原因となります。ですがこれをポジションに変えると射程の感覚というのは分かりやすくなります。あのポジションならこの位置で一角を狙えるという感じです。常に変化のある対象物よりも場所にした方が分かりやすいんですよね。あとはポジションに入ってきた敵に攻撃を当てるだけとなるわけです。結果として敵を倒すことにつながるわけですね。ただ変わったのは射程を合わせるための基準が人から場所になったというだけです。要は置き打ちというものですね。相手プレイヤーを狙うのではなく一定の場所に向かって打ち続けキルを狙う方法となるわけです。だからポジションを狙うわけです。ただこれをする場合はマップ別で把握する必要がありますので、散歩などをして体に感覚を覚えさせましょう。ただポジション以外の相手には有効な方法ではないので、相手の攻撃を抑える手段として活用してみてください。ポジションを狙うメリットは他にもあります。それは常に最大射程で攻撃ができるという点です。弓の最大射程はレティクルが反応しないところとなるため、全て予測打ちとなります。しかも射線なしですからね。レティクルが反応しないということは練習を積み重ねて熟練度を上げていくしかありません。ですがそれだと膨大な時間がかかってしまいます。ここでポジションを活用するわけです。敵との距離感よりポジションで覚えた方が射程理解は早いです。
ただこれだとそのポジションだけの把握になります。では常に最大射程を生かす場合はどうするのでしょうか。それは簡単で、このポジションを軸に考えていきます。基本的に射程は円形になります。前方なら扇状ですね。これを利用すると今いる位置からどのあたりに落とせるのかがだいたい計算できます。無駄に突っ込んだりしなくても済むんですよね。不用意な顔出しでやられることも減りますので便利になります。後衛は今いるポジションからいかに効率よく当てれるかが大事ですので、軸となるポジションをうまく使っていきたいですね。続いてのメリットは局舎のイメージがしやすいです。局舎というと壁裏などに対して効果的ですよね。見えないところに攻撃ができるので、トライストリンガーの最大の特徴と言ってもいいかと思います。ではイメージしやすくナメロー金属で話していきたいと思います。ナメローには正面の後衛ポジションがありますよね。その左右には壁があります。どちらとも隠れられると厄介な場所です。ですがポジションの軸を使えば簡単に狙えます。まず左側に対してですが、ポジションよりもちょっと奥にあります。今の場所からでは当てることは難しい場所です。ですがこの場面で局舎を通すのであれば、ちゃんと斜め前に動けば局舎が狙えることが計算できます。逆に右側の低い場所の場合はどうでしょうか。この場合は後ろに下がって位置を調整します。ただポジションの軸より位置が低いのでちょっと遠めに下がります。高い場所なら奥に出て、低い場所なら下がるという感じです。このようにこちらの位置はそこまで変えずに相手の逃げ場に攻撃をすることが可能です。しかもチャージ時間を考えなくてもいいので、単純にフルチャージで打つことが可能となります。難しく考えなくていいんですよね。狙う基準があるからこそそこから射程の修正ができるので、このポジションを狙うメリットになります。これに慣れてくるとチョウザメのような高台下の相手に攻撃することも可能になってきますので、覚えておくと便利です。はい、ということで今回ここまでとなります。倒したいけど倒せない、直当て取りたいならポジションを狙えはいかがでしたでしょうか。トライストリンガーの一角を狙うとなると対象者に当てることが大事になってきますが、難易度高いですよね。動き方もバラバラで前後もするので大変です。ですがポジションを使って置き打ちを理解すると射程管理が楽になります。慣れてくれば自然と体が覚えますので、最初のうちはマップに潜る前に散歩でもして射程の確認をしてみるといいかと思います。特に倒したい後衛はポジションに居座ってますからね。射程有利で圧をかけるだけでチャンスは増えてくると思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。